会場にお集まりの皆さん、そしてラジオの皆さん、こんにちは。真っ白に雪化粧しました北アルプス、その元で生まれたチーム松本山田が今年は J1 昇格に向けて大切なシーズンを迎えます。まだ松本市内山形村内はですね、道も雪がうず高く積み上げられておりまして、そしてまだまだちょっと雪解けには早いんですけども、今日会場にお集まりの皆さんの熱でぜひその雪を溶かすような熱で今シーズンスタートしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今年も多くの緑のユニフォームを着たサポーターの皆さんがおよそ1万人ほど集まりまして会場を埋め尽くしております。この中で今年もシーズンスタートできることを大変光栄に思っています。それではゲスト MC ご紹介しましょう。ひらちゃんこと平畑健二さんです。こんにちは。よろしくお願いします。どうですかこの雰囲気。いや本当にね、雪がすごいじゃないですか、はい、ただもう本当に今日は天気が良くて、なんかサッカー日和じゃないですけど、そうです ねまだ北アルプスもくっきりと見えてね、いい感じですね。でも何なんですかこれ毎回すごい熱気は。何でしょう、あの試合もないのにこれだけユニフォーム着てる人が多いと思ってなかなかないですよ。あ、すいません、当たり前の風景に思ってましたけど。そうなんですか。珍しいですか。なかなかないと思いますよ。平田さんはね、各チームにもいろいろと取材に行きますけど、行きます。これだけこうシーズン前のイベントでユニフォーム着て盛り上がってるチームは、いや、なかなかないんじゃないですかね。それは J1、J2 ともにですね、まあね、もちろんその好きな方で来てこられますけど、この着用率のかなりの高さといいますか、すごいですね。しかも多くの皆さんが、はい、今シーズンも新しい方、もう新ユニフォームを身につけて、はい、なるほどなるほど、いいですね。どうですか信州はこのサンタも含めてどうですか。いやでもちょっと多分今年はサポーターの皆さんも相当期待感高いんじゃないかなっていう表情に見えますけどね、うん、やはり最終節で、はい、惜しくもプレーオフ進出はならなかったんですけれども、はい、あの瞬間の悔しさと、うん、次への希望と、うん、いろんな雰囲気が混じった空間を体感できたというのは、うん、今シーズンにすごいつながるんじゃないかなと。もちろんその、悔しさとかね、ここまでいけたとかそういうのはありますけど、僕はもう昨シーズンの最終フェーズはもう飯田選手 の、 もうあのコメントですよ。素晴らしかったです。もうあれ以上のもないでしょ、うん、いやあれは素晴らしかったですよ。があって、はい、よし、このシーズンオフも希望を持って、はい、お勉強も仕事も頑張ろうというふうに思ったから、ね、シーズンオフってね、やっぱりサッカー好きな人にとっては長いんですよ。早く始まってほしいんですよ。そうですね。でも飯田選手の言葉で、3日ぐらいをちょっとこう短縮されたりとかね、もう落ちましたよね。で、あのコメントを見せてちょっといっぱい飲めるというか、いや、本当そうですね、それぐらいの力ありましたよ、うん、本当にこう胸に響いたコメントですね。だからサッカー好きな人から取ったら、別にその他のチームのサポーターの人でも、うん、あれ聞いたらちょっと感動したんじゃないかなとか思いましたけどね、はい、なんかそんな飯田選手の表情が現在優れないんですけど。どうしたんですか、お腹が痛いとかそういうこと。恥ずかしがり屋さんでした。いやいや、あれさ、いや、僕めっちゃ本当に泣きそうになりましたよ、うん、私もちょっとグッときましたね。いや、素晴らしかったです、はい、そんな選手の皆さんのお話も、はい、この後壇上で伺いながら番組を進めていきたいと思います、はい、さあ、それではすでにこの会場ステージの両脇にスタンバイしている選手の皆さんの名前を読みながら、はい、一人ずつお話を伺っていきたいと思います。あ、そうですか、わかりました、はいはい、それではご紹介してまいりましょう。まずはゴールキーパーからです。背番号1番ゴールキーパー野澤陽介。はい、いやいや、待ってください、はい、1人ずつ上がってで1人ずつは話を聞いてっていう形で、今シーズン始まりますけれども、今の心境まず聞かせてください。心境ですか。そうですね、いや、ラジオなんです。やめてください。僕はドキドキしました今、ラジオなんです。どうですか。はい、
まあ、長かったよね、まあ、短かったキャンプのあっという間にだったので、うん、まあ、あと1週間なので本当は皆さんもうちょい待ってもらいたいですね。回復具合はいかがですか。まあ、中の下ぐらいですかね。中の下ぐらい、そんな中中の中ですね。あの、平成中の中です。もう一回言ってもらっていいですか。中の中そんな中の中ですけれども、まあ、精神的支柱としてまたベテランとしてどんなキャンプをこう選手たち支えてきたんですか。いや、僕はまあ、ちょっとまだ別メインでやっているので、みんなが必死こいで走っているのを見てただけなんで、まあ、今年は去年以上に、走っていきたいと、まあ、試合を見れると思います、ね、ぜひ野澤選手もね、頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。後ろに、はい、ここでちょっと並んでいただいて、なるほど、なるほど、残ってもらうとですね、続きまして、はい、背番号21番村山智彦、はい、まあ、昨年は日本サッカー界を大きく沸かせてくださいました、はい、世界にも配信されたという噂もあります。はい、ナイスボールでした。あのキャンプでもかなり走り込ん でゴールキーパーとは思えないような体力面を見せたという話も伝わってきてますけれども、今年はドリブルで決める気なんですか。今年はまあ、いや、キックでいや、ヘディングでいろいろとチャレンジの年になりそうですね。去年と同じことしたらダメだ。なるほど、ゴールも去年と同じ決め方はダメだと。はい、はい、そして平畑さん、はい、本職のゴールキーパーを守るという、はい、方について、はい、昨年の村山さんはどうでしたか。僕は全然ダメだ。だからほら、怪我人がたくさん出た中で、はいはい、出た中でしっかりとこう仕事を発覚してたじゃないですか。それだから、あの試合に出れない時もそれだけちゃんと練習したっていう証ですもんね。これ上手いでしょ、言うの。そうだね、だから、あのロングシュートに繋がったと思いますよ。はい、もう繋がりましたね、日々の努力がね。あの、アッパレもらったんでしょ。アッパレもらってましたね。ありがとうございます、はい、なかなかもらえないですよ、アッパレなんて、ね、本当にね。今年はどんなシーズンにしたいですか。そうですね、まあ、チームの目標はプレーオフ進出で、その先の J1 ってことなので、はい、まあ、その目標を達成できるように少しでも力になれたらなと思います。キャンプは順調でした。キャンプは、はい、すごい楽しかったです。待ち遠しいですね、はい、多分僕らよりみんなの方が多分待ち遠しいと思うので、僕らはあとやるだけなので、はい、頑張ります。はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。そして背番号25番白井優斗、現状コンディションいかがでしょう。バッチリです。聞こえました、大丈夫でした。昨年怪我もありましたけれども、怪我の家というのは、まあ、もう大丈夫だと思います。本当に多くの皆さんが心配して、温かい声はかけられましたか。はい、センバズルももらったんですごい力になりました、はい、ありがとうございます。やはりこう、サポートの皆さんからこう選抜であったりメッセージ届くと練習にも力入りますか。そうですね、まあ、リハビリはちょっとつまんないんですけど、うん、それでも頑張ろうっていう気持ちになるので、ありがたかったです。その思いを今シーズンはどのような形で話しますか。まあ、選手も皆さんも多分 J1 っていうのが目標だと思うので、それに向かって突っ走りたいと思います。ありがとうございました。楽しみにしています。白井選手でした。ありがとうございます。続いてゴールキーパー背番号31番永井健吾、先輩方と過ごした2年目のキャンプいかがでしたか。
まあ、全員また同じ部屋で、去年全員同じ部屋だったの？あ、じゃあそういうことじゃなくて、はい、1回ずつ僕は。あ、なるほどなるほど、はい、はい、去年よりか寝かせていただいたんで寝る前にどんなことが行われるんでしょうか？去年は僕が寝てると、まあ、野沢さんのパターンなんですけど、大音量で部屋に入ってきて起こされて踊らされる。もうそれはスピーカーが歩いて入ってくるわけじゃないですか。野沢選手が入ってくるんですね。パソコンを持ちながら、おキャニーパメ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 。え、じゃあ村山先輩のパターン。村さんの場合はもうラリアットですね。スタンハン戦的なところですかね。もう締め付けられます、ね、なるほどなるほど。試合先輩場合、ゆうとさんは割と寝かしてる。おお、何のおかげだね。え、いろいろもパーソナリティ分かりますね。平川さんね、パーソナリティも分かりますね。先輩方もね、はい、ということで、こちらで若手としてますますの成長、我々本当に願っておりますので、はい、今年はデビューはどうですか？目指しております。はい、一緒に来てます。はい、お願いします。以上、ゴールデンウィークの皆さんでした。ありがとうございました。